ユーマのウルトラマンアークナビ、怪獣防災科学調査所、通称スキップ。突然怪獣と対峙することもあるんだけど、そんな時に役に立つのが超音波威嚇装置ソニッター。閃光と超音波で怪獣を威嚇する護身用の装備なんだ。そして次回のウルトラマンアークは、建設現場に現れた謎の遺跡、怪獣伝説を信じる少年ハヤト君の訴えに僕と石堂さんは調査を開始。でもすでに森の主は1200年の眠りから目覚めようとしていた。次回ウルトラマンアーク、伝説は森の中に。走れユーマ。古代怪獣リオドか。象みたいに長い鼻が特徴みたいだけど、なんか嫌な予感がするな。次回も応援よろしくね。想像力をポキャンテ。